1ヶ月に及ぶ雨、城下の民を苦しめている一報を受けた時枝門左衛門だったが、実際は城下は滞りなく穏便な状態だったのだ。大雨の被害はここ城下だけでなく全国各地で起きており、被害のない地域に風評被害を受けていた。不運続きに悩まされた時枝門左衛門は、先祖代々から伝わる呪いを解き放つ神社へ足を運ぶことを決めたのだった。と、育英神社の育英神社来たの麓に来たのですか。今日はちょっとな、水害で水害あるとみんなのためにお祓いじゃ。かなり険しい山を登りますが、かなり険しいぞ。出たわ、行きましょうか。今の巣の色が黄色じゃ。しこえーわ、もう見るからにずっと雲の巣ですもん。民は殿の参拝を望んでおりまする。雲気合いがでかいもん、ほんまに。お邪魔します。暗いしな、今日は。うお、木が半分なくなったの。なんか木がなんかところどころなくなったの。険しいわ、険しいけど涼しいの。だから中は暑い。行きましょう。行こう。結構登ってきたの。休憩場所があちらの方に。もうちょいじゃ。行くかの。感じだよね。結構バレてますけど、これがね、中間地点ね。育英神社大会ということで疲れた。まだこの奥にあると。進んできたの。育英神社。もうちょいじゃ。みんなのために頑張るぞ。家人どもよ。なんですかこれは。なにこれ。どう。なにこれ。何、白い卵と赤い卵。これは何。あ、これ猫の形じゃないですか。あ、もしかしたら。ということは猫が祀られとるかもしれない。どら。あれ、缶ビールも置いてる。神社でござる。身の手ぶんぶんよる。ふぅ、こちらですね。サイドに神が祀られている。お前犬、お前犬、その横しに。こっちは猫。目の前にでっけえ雲さん。うわ、ほんまにビビった、ほんま。はい、やってまいりました。こうやってこちらでみんなの災害をいち早く治るということで祈願していきたいと思います。行きます。
灰色になってる。ちょっと生臭い匂いがします。あ、やっぱり猫が当てられてますね。こちらキャットフードみたいなものもあります。本当に猫に対しての意味合いを込めてるんですよね。猫、うん、こっちもですね、招き猫があったり猫の餌が置いてあったり、あ、袋のまま食べれないみたいで。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。